はい、よろしくお願いします。メインフィルムのプロデューサーの白井です。2021年の頭にバンドをずっとやってたんですけど、ハローアットジャーンってバンドやってて、の活動休止が決まって、でそんな中でこう自分が人生かけてやってきたものがなくなるっていうふうに思った時に、あ、これは生きてる意味がなくなってしまったなっていうふうに思って、でそのタイミングで前の会社の社長に出会って、アイドルをプロデュースしないかっていうふうに言われて、結構悩んだんですけど、もしかしたらこれって自分が新しく人生かけれるものになるんじゃないかなっていうふうに思って、メインフィルムやろうっていうふうに決めました。で、自分がせっかくグループをやるんだったらどんなグループができるんだろうなっていうふうに考えた時に、なんか普通のアイドルやるのめっちゃつまんないなと思って、せっかく自分がバンドっていう、まあ、別のフィールドで活動してきた中で、その中でしか得れない感動だったりとか高揚感みたいなものを落とし込めるグループが作りたいなっていうふうに思って、具体的に言うと、まあ、歌詞にしっかり意味を込めたグループっていうものを作りたいなっていうふうに思って、コンセプトを命を歌うアイドルにしてメインフィルムっていうものを作りました。正直なところ、まあ、こう2年弱ぐらいやってきてすごい嬉しかったなっていうことと、まあ、なんかまだまだだなって思う部分はすごいあって、まあやってることが結構邪道なことをやってるような気がしてて、でもフィールドが邪道なだけでやってることってすごい王道というか、今なんかこうヤングジャンプで王道バトル漫画をやってるみたいな気持ちなんですよ。でそういうちょっと違った戦い方をしていく中で、メインフィルムっていうものを評価してくれる人っていうのが、まあ、どんどんたくさん増えていってるっていうのがすごくこう自分の中では励みになるし、すごい力になっているんですけど、まあ、正直ちょっと まだまだ足りないなっていう部分はすごい感じてますね。メンバーに対してはでもそれぞれがなんかどんどん違った成長をしているような気がしていて、個別で言うと、まあ、七瀬はとにかくどんどん歌が上手くなっていってるなっていうふうに思って、なんかこう、まあ、作詞やってもらったりとか長めの MC やってもらったりとかで、こう言葉で表現するっていうことがついてきて、ステージでのなんか説得力みたいなのがどんどん増してきてるなっていうふうに思ってます。で、スイに関してはもうダンスのスキル、歌のスキルも最初からすごかったんですけど、なんかやっとちょっと心を開いてきてくれてんのかなっていう風に思ってます。でもまあとにかくやっぱでもライブでのなんか表現力みたいなのは最近こうメキメキ上がってきてて、こうなんか小さい一瞬の所作みたいなのでお客さんをグッと引き込むっていうところにはこの1年半でとてつもないパワーがついたなっていう風に思ってます。で、主歌に関して言えば、こう一番メインフィルムの音楽としては遠いところにいた存在だと思うんですけど、こう自分の中でいろいろと考えながらメインフィルムらしさっていうものを広げる役割を担ってくれてるので、そこにめっちゃ感謝してるし、でもそんな中でなんか主歌の中でのなんかこう音楽っていうものが結構変わってきてるのかなっていうふうに思ってて、なんかこう表現だったりとかそういうところに関してその最初の頃よりもすごくストイックになってきているので、そこはすごい成長したなっていうふうに思います。で、前に関して言えば、まあ、唯一今までアイドル経験がないメンバーで、もう最初多分すごい大変だったと思うんですけど、まあ、なんかそういうところを全く見せずにこうずっと地道な努力を続けてきて、多分一番でも歌詞のこう解釈というか解像度が高いのは舞なのかなっていうふうに思ってて、歌詞に対してこういうふうに歌おうとかこういうふうに踊ろうみたいなのはもう最初のなんか最初の頃からそういう節はあったんですけど、もっともっと最近はなんかそういう部分がすごく強くなってきてるなっていうのと、あとラジオやらせてもらってどんどんどん喋りだったりとかコミュニケーション能力みたいなものがどんどん上達してるので、なんか最初に会った頃とは
結構もう別人みたいな感覚ですね。あとみんなビジュアルがどんどん良くなっているなっていうのは思います。垢抜けていって、なんかステージに立った時のこうなんか4人の覇王色みたいなのはこの1年半2年ぐらいではすごいついたなっていうふうに思いますね。一番嬉しかったことは去年2022年の5月に初めてバンドセットのワンマンをやった時で、それまでって自分の中でメインフィルムってこういうことをやりたいなっていうふうに思っていたことが、こうなんかうまく具現化できないフラストレーションみたいなのがすごいあって、で多分それってお客さんにもだしメンバーにもだし俺がこう口で伝えられないものだったから、そこに対しての自分の中で100点の表現ができない中で評価されていくっていうのが、まあ、結構悔しさの中であったんですけど、去年初めてバンドセットをやった時は、あ、なんかやっと自分のやりたいことがやれたなっていう、でそれに対して共鳴してくれるメンバーだったりバンドメンバーだったりお客さんだったりとかがいたっていう、あのライブが評価されたっていうのは個人的には一番嬉しかったですね。一番悔しいのはずっと今も毎日毎秒悔しい。もっと評価されてもいいなって思うし、これは使っていいのか分かんないですけど、なんでこんなバラエティみたいな音楽が音楽として表現されて成立してるんだっていうことにも日々ムカついてますね。でも今この1年半ぐらいやって後悔してることが1個あって、この半年ぐらい1年ないし半年ぐらいで作ってきた曲たちが結構自分の中で守りに入ってたなっていうのがあって、っていうのもなんかこう一本一本のライブっていうのがこう目の前に迫ってくる中で、そこに対して照準を向けて制作をしてるっていうことが心のどっかにあって、別になんかそれが悪いことだとも思わないですけど、だし曲のクオリティだったりとか内容に関して手を抜いたつもりはないんですけど、今はなんかそこじゃなくてメインフィルムじゃないと表現できないものっていうのをもっともっと研ぎ澄ましていかないといけないなっていうふうに思ってて、今後はちょっとこの2023年のまあ1年間半年ぐらいはなんかそういうものをもっと突き詰めて探していける年にしたいなっていうふうに思ってて、もっともっとえげつない曲やりたいし、もっと暗い曲やりたいし、でもやっぱり主戦場はライブっていうベースがあるから、しっかりライブでお客さんつかめる曲も作りたいしっていうところのなんか二軸をしっかり自分の中でぶれないと思って、メインフィルムでしかできないものを表現した時にもっともっとこの音楽だったりとかメンバーとかが評価されるのかなっていうふうに思ってます。なんでそういうなんか自分の中でメインフィルムでしかできないものを探す1年にしたいですね。1個すごい立ちたいステージがあって、あの幕張メッセに立ちたいっていう夢があるんですね。で僕は千葉出身で幕張メッセがずっと近くにあって、小学校の頃からジャンプフェスタとかワールドビフェアみたいなこう祭事系のイベントがあって、で中学入ってからはバンプオブチキン見に行ったりとか、まあ、欅坂見に行ったりとか、なんかそういうなんか自分がお客さんとして足を運んだことはあるけど、演者として裏方関わる裏方として立ったことって今まで一回もないので、なんかそこはずっと心の中で夢だったけど、やっぱり規模が大きいから自分の中でなんかあんまりこう口にするのがはばかられてたんですけど、ここ最近は常に思いますね。幕張メッセに立ちたいなっていうふうに思うので、メインフィルムを幕張メッセにとりあえず立たせるっていうことがみんなと約束できればいいなっていうふうに思ってます。はい、インタビューをお願いしたんですけど、もうこの2023年の5月に、まあ、独立をさせてもらって、まあ、そんな中で改めて独立した状態で迎える2周年って自分の中では結構また別だなと思ってて、まあ、責任がすごい自分の中に乗っかってくるっていうのと、あのもっともっと好きなことをやれるし、好きなことをやらないと意味がないと思ってるんで、なんかそういう中で
今のメンバーの気持ちも俺は聞きたかったし、みんなにも、まあ、メインフィルムってこういうグループだよっていうのを、まあ、改めて知ってほしいなと思って、なんかこうステージで見るメンバーとか SNS で見るメンバーと実際話してるメンバーって結構自分の中ではまだまだ見せれてない部分があるなっていうふうに思ってて、こう改めて独立してどんなことがやりたいかなっていうふうに考えた時に、もっともっとメンバーの素顔だったりとか、もっと考えてやってるんだぞっていう部分をみんなにこう見せれたらいいなと思って、今回はインタビューをお願いしました。はい、まあ、改めてなんですけど独立をして、本当にこう前の会社にはすごい感謝してるし、ここまでバックアップしてもらった感謝はあるんですけど、自分の中でめちゃめちゃ攻めたいっていう気持ちが出てきちゃって、独立っていうわがままを言わせてもらって今こういう形になってるので、ちょっとね、今まで自分の中でこれやりたいけどできないなっていうこととかを今年はちょっともっともっと強くたくさん出していって、メインフィルムをもっと広げていきたいし、もっと深くしていきたいなと思っているので、2023年は楽しみにしててください。ありがとうございます。メンバーに対する愚痴とか言わなくて大丈夫。